今日はコンパクト、バックアウトコンパクトのハックをやります。まずこれと、うわ、これと、そしてこれを使います。まあ、このオーガナイザー、いいことにこれがあるんで、これがあるから遅れないです。もうすごいです。でまず蓋を開けます。蓋を開けたらここに穴がありますね。まあここが4インチあればいい感じです。まあこれはもう抜きます。こんな感じです。穴を見つけましたが、4インチ、ここの穴、こっちの方が見やすいかな、こことこの下の方ですね、こことここの間がまあ4インチありましたんで、ここにつけたいと思いますが、まあこいつが出っ張ってるんですね。見えるでしょうか。だからまあ切っていきたいと思います。切れました。ツルツルです。それではこれ僕のファイルです。まあこんな感じですね。次はこの下やね。バッテリーを入れたいと思います。
これも全部抜けると思います。そしてここにまあよく使うものといえばやっぱりインパクトドリルであれば、まあこの 12V のやつ買ったんですけどね。あとまあインパクト、この辺ちゃう。そしてこれがあるかな、まあ一応切り入れといて、そしてここやな、ここはまあ何でもいいけど、12V やね、12V のバッテリー、まあこういうのを入れといたらいいんじゃないかな。まあこれも別にまあいいか。でまあこういうの最後サージ入れても多分閉まると思います。まあ小さいハック、こんな感じでちょっとバッテリーをまあちっちゃいのも入れたら、こんな感じかな。バッテリーとまあインパクトとハンマージョリラー、まあ、なんかだすぐ使える、まあ、ここもちょっとスペースがあります。全然いいと思います。そして完成したケース。いかがでしょうか。よかったらグッドボタンお願いします。よいしょ。まあ中箱これはまあ別でなんか使ったりできると思います。まあもしこれが付いてたらね、こうパチッと、まあそれの代わりにはこいつがおる、この辺あたりをパチッと、まあできたら簡単で、で、持ち運びことができます。あ、ハロー。